ボン、皆さんこんにちは。はい、ということで、僕は久しぶりの動画出演なんですけど、戻ってまいりました。カズマさん、山へ帰っちゃったんですかってコメント来てたで。なんで山に帰ってるってな。緊張しております。お帰りなさい。ただいま。今回は、2点お知らせがあります。はい、はい、1点目はチャンネルメンバーシップを開始することです。そしてもう1点目が、待望のグッズ制作が進んでるっていう報告です。この度チャンネルメンバーシップを開始することにしました。はい、はい、これ結構以前から悩んでたんですけど、うん、まあこの機会にね始めてみようということで、はい、メンバーシップやります。このメンバーシップについてなんですけど、はい、ざっくり説明するとメンバー限定のなんかコンテンツだったりとか、うん、オリジナルの内容を提供しますっていうサービスなんですけど、うん、YouTube がやってるやつ で、うん、でそれをスタートしますと。はい、はい、でどんな特典があるんでしょうか。はい、で今回僕たち考えに考え抜いて、はい、特典を作りました。一般的なところから言うと普段配信してる動画の、うん、カットしてる部分、うん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 、結構長いんですよね、うん、僕たち2時間ぐらい撮って10分ぐらいにまとめてるんで、うん、残りの1時間50分とかどこ行ったんっていう話やねんけど。確かに普段カー君が編集してくれてるんですけど、うん、私が一人で撮りに行ったりしてる時とかのね動画で、え、なんでここカットしたみたいな、え、ここ使うやろ絶対って思ってるところとかをズバズバカットしてくれるのでね、そう、そういうところとかをね、動画にまとめちゃったりして。そうなんですよ。あー、いいやないですか。なんでまあどこを使うかっていうので、うん、迷って切ってる部分なんで、うん、本来は出してもいいところなんやけど、うん、それが行き場をなくしてしまってるというところで、うん、そこも配信していけたらと思うのと、はい、あとそのメンバー限定に動画を普通に作ったりとかっていうのも織り交ぜつつ、うん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 、これも配信していけたらいいなっていうのが1点目です。いいですね。なんか旅行とかさ、うん、いつも行ってるやんか、うん、でそこで普通に撮影の時は撮影でしてるけど、うん、それ以外のオフの時ってあるやん。ある。なんか、なんかいい、オフの方が長いから。そう、オフの方が基本長いからなんかそういう撮影の裏側ではどんなことしてるかとかも、うん、カメラ回しちゃったりしてみたりしちゃったりして動画作っちゃったりして。そうですよ。どうもいいと思います。楽しいな。2点目ですね、うん、これが、ライブ配信なんですけど、うん、今まで、まあ、不定期で普通にライブ配信をちょくちょくやってたりしたんですけど、これをですねメンバー限定のライブ配信っていう風に変更しようと思います、うんうん、お知らせがある時とかは、ライブ配信普通にやるかもしれないんですけど、うん、今までのなんかちょっと家飲みしましょう的なライブ配信をこのメンバーシップ限定っていう風にして月1回から2回で開催しようと思ってます、うん、はい、はい、3点目ですね、はい、3点目が目玉なんですけど、うん、一応メンバーシップのページには企画会議の参加っていう風に書いてるんですけど、うん、これ何かっていうと、普段僕たち2人でどんな動画作ったらいいかなとか、うん、まあ、話し合いをしてで動画を作るのを決めてるんですけど、それに参加してもらおうという権利です。権利権利っていうとちょっと大げさかもしれんけど、うん、まあこうどんな動画が見たいとか、うん、こんな動画やったらいいんじゃないかっていうのを、まあ、直接こう会議を通してね、うん、話せるっていうやつです。なるほど、はい、どうやって会議するんですか。これは、普通にオンラインの会議で Zoom とかあるやん、うん、で、開催しようと思っててその開催する日を告知してで URL をメンバーの皆さんに渡すと、うんうんうん、で、まあ、当日こう参加できる人は参加するみたいな感じで考えてます。なるほど、はい、まあ、多分そんなに集まらへん、うん、やろうから。そうだね、結構普通の直接な電話みたいな感じになりそうな、なりそうじゃない。そうやな、さらっと悲しいこと言ってるけど、なんか100人ぐらい来るんかなみたいな言い方してるけど、まあ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 、そうやな、まあ、10人来たらいいかな。そうやね、ちょっと思ったな。もういいや。まあまあまあ、企画会議って書いてあるんですけど、なんかこれから始めたいとか、うん、で、まあ、相談に乗れることがあれば僕
送られるかったら相談に。確かに YouTube 始めたりとかな。あ、そうそうそう。とか、あ、そう、それこそそう、一緒になんかこういうことしませんかみたいな。うん。なんか、な、そういうのもあったりしたりしたら直接こう話ができるというか。うん。そうやね。ということですね。そう。はい、ということで、この3点がメンバーシップの内容になります。はい。で、今回ですね、メンバーシップ作るにあたって、うん、メンバーの方に名前の横にバッジがつくみたいな、メンバーに入ってくれた人は、で、1ヶ月なんか新規メンバーから、まあ、6ヶ月目までこう段階を追って、うん、そのバッジが進化していく形になるんですけど、うん、今回泉先生がですね、ロゴの横についてるひよこ、あれピオちゃんっていうらしいんですけど、うん、あちらの方ですね、書き下ろししていただいてまして、メンバーシップ入ってくださった方の名前の横にひよこがつくの？そう、ひよこがつく。めっちゃいらない特典やけど。で、6ヶ月目まで行くと、こう冠がついたゴールドピオちゃんに進化します。はい。はい、そちらもあります。イエイ、書きましたちゃんと。書きました。ピオちゃん。そうなんです。一体一体書いてるんです。はい。はい、月額490円になっていまして、ぜひとも皆さんメンバーシップボンタビの休日に入っていただいて、一緒にね、交流をしていきましょう。はい、はい、でなんですけど、まあ先ほどね、あの Zoom の方とかでこう一緒に企画会議ができるっていうことを言ったんですけど、うん、絶対に顔出しをしないとダメとか、マイクをオンにしないとダメとか、そういうルールは全く一切なくてですね、まあ、ぶっちゃけな話、うん、あのこう企画会議というかをしてる内容を聞くだけでもいいんですよ、うん、もうルームに入るだけでも、そう、ルームに入るだけでもよくて、うん、あのまあ喋りづらいなとか、うん、まあ、そういうのもあると思うんですけど、うん、なんかチャットでできるんですよね。そう、チャットもできる。そうだから、まあ気軽にそんな重く考えると企画会議って言うと重くなってしまうかもしれないんで、うん、まあ緩い感じでも誰でも参加できますよっていう特典になっています。なっています。お知らせ2点目、グッズの制作が進んでますっていうことで、はい、まだ手元にはないんですけど、うん、今注文をして手元に来るのを待ってる状態、うんうんうん、でそれ確認してから販売っていう形になるんですけど、はい、はい、言っちゃいますか、これ何を作ったか。言っちゃいましょうよ。言っちゃいますか。今回ですね、僕たちが温泉が好きということで、温泉専用のフェイスタオルっていうかな、うん、温泉に持っていくタオルを作りました。なんか服とかよりももっと使いやすいかなと思って、うん、それをね、泉先生書き下ろしのまたもや、はい、ピオちゃんで、作成というかですね、デザインの方をですね、はい、全部させていただきました。はい、ありがとうございます。こんな感じで、ちょっとステッカーとかもな、ちょっといろいろ考えたりしてんけどな、うん、そうやねんな。そうなんです、私たちそのもう自分で全部していかんとあかんので。そうなんです。そう、事務所とかにも所属もしてないし、うん、なのでそうなってくると、なんかなめちゃくちゃステッカー1枚売るのになんか1000円とか、そう1000円とかしちゃったりするからさ、うん、そう、そういう面とかでもちょっといろいろな。そうな、別にあのステッカーで儲けようとか思わへんけど、さすがにそんなバカみたいな金額になったらちょっと申し訳ないし、そう、そう、そういうのとかをいろいろ考えて、うん、考えたタオルになって、考え抜いた上で使いやすくて、そう、まあ買っていただきやすいこうタオル作ったと。値段は可愛くない？値段はね、うん、可愛くはない。デザインも出しちゃいます？デザインとか出しちゃえるんですか？あ、これ出せるか。そう、あ、出しちゃいましょう。デザインはですね、こんな感じになってます。え、絶対可愛いと思う。そう、デザインはね、泉先生書き下ろしなだけあって、なかなか可愛いデザインになってるんですよ。そう、あのネイビーっぽい色と赤色っぽいのにして、男女一緒にとかご夫婦とか、そう、まあまだちょっとどうなるか分からへんけどな、はい、そうやね、まだ購入はできないんですけど、うん、こう手元に届き次第、うん、インスタとか、うん、あと、まあ、YouTube でもまた告知します、うん、はい、はい、というわけで、今回は以上2点のご報告でした。はい、ボン、せーので、ボン、せーの
だって一斉でボンこれおまけ動画一斉のでボン